U-997 はドイツ海軍がかつて運用した u b o t 型潜水艦。1942年12月7日にハンブルクのブロームーンとフォス社に適航され、1943年9月23日にハンスレーマン中意識下で収益した。U-997 はパッシブソナー、バルコンゲレートを装備した10隻の B 型潜水艦の うちの一隻であった。バルコンゲレートは U-997 のほかに、U-682、U-788、U-799、U-1021、U-1105、U-1172、U-1306、U-1307、U-1308 に装備され、 U-BOT-21 型と U-BOT サイ型では標準装備となっていたが、いくつかの U-BOT-9 型と一隻の U-BOT-X 型にも装備されていた。バルコンゲレートは集合型超音装置の改良型であり、GHG では24台の超音装置を使用していたが、バルコンゲレートは48台の超音装置を使用するように変更し、より正確な探査を可能とした。 岩田に設置されたバルコンゲレートの外いかん U-997 は以下の7つのウルフパックに参加した。U-997 は1945年12月13日にデッドライト作戦の航空攻撃により沈没した。ありがとうございます。